積極的に要求を起こしていこうではないかということを皆さん方にお訴えをしてまいりました。しかし昨日集約されました要求の内容は大変控えめなものであり、極めて自制的な要求でございます。抑えた要求を出した我々に残された道は、この要求を満額取るしかない。今年の春の交渉にかけられました社会的な責任をお互いに十分に認識をし、精力的に交渉を進めようではございませんか。新しい国民の皆さん、連合の皆さん、こういった皆さんが中心となる、主役となる政治を作り出していくために、早期解散の実現を求めてまいります。山場に向けて日夜奮闘されております皆さんに心から敬意を表し、連帯の意を表したいと思います。私は今こそ減税をすべき時だということを強調いたしております。そして減税をすると同時に皆様方の勤労所得を増やすという、そのことが何よりも重要でございます。今時戦いのスローガンであります真っ向勝負で、必ずや中央突破を図り、この手に勝利をつかむまで戦い抜くことを申し上げまして、決意表明といたします。 JP ローソとしては、連合構成組織の一員としてその責任と役割をしっかりと果たし、要求実現に向け全力で戦い抜くことを決意を申し上げ、決意表明といたします。私たちは労使対等を原則とした真摯で力強い交渉を展開することを、連合要求実現 3.1 中央決起集会の名において決意します。ありがとうございました。連合三別炭素がその役割と責任を自覚し、納得できる回答を引き出す戦いを進め、その成果を味噌式労働者の賃金労働条件への波及と春の政策制度実現に向け共に頑張ろう。格差社会からの脱却に向けて連合団結して頑張ろう。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 ありがとうございました。最低賃金を引き上げろ。